グリーンスポット伝のハーブガーデン紹介です。今日は7月のガーデンの様子を紹介します。まずブルーバーベイン、これの花が今たくさん咲いてきています。紫仙台萩の後ろに植わっていた株があるんですが、これが大きく背を伸ばして今花を咲かせています。その横では西洋人参木、これが花芽をもうたくさんつけてきているので、これから花が咲いてくるんですが、その花芽の様子、この2つを今日は紹介します。これですね、ブルーバービン、綺麗な花ですけどね、これよく見るとこう上の方で紫、これは紫ですね。白もあればピンクもありますけどね、これが一番綺麗ですね。これこの下にこの紫仙台萩ですか、これは咲いた後ですけどね、もう種もつけてますけど、これを押しのけてこう上へ上がってきてますね、下の方から。すごい強いですよ、これ寒さにも強いしね。この横の木がこれ西洋人参木ですね。これから綺麗に咲きますけどね、これからがこの薄いブルーの色がここへちょっとこうワッとなって綺麗になりますけどね、これが咲き出したら綺麗ですよね。